俺たち1500型が世に出てきたのは1985年だよな。そう。それがどうしたあの頃は1000型さんがめっちゃいてたよな。うーん。言ってたよな。あれから40年近く経つのに、まず1000型さんゴロゴロいてるのって、すごいよな。はあれが魔改造ってやつだな。あそこまで変われるんだ。顔はまるで別人だし、肩開き扉が両開きになってるもんな。 中戦型と中戦型が同じ電車だと思ってやがる。おまけに、千型さんって構成車だったのに、銀ギラギンのステン列車になってる千型さんもいてるよ。すげえ魔改造だよね。たまげたよ。そう思ってるあんたにおったまげるよ。ちゅうことは、俺たちも千型さんみたいな京急顔に改造されるんだな。残念ながら俺たちはスクラップだぜー。六百型さんもすごいよな。 元はこんな顔だったのに、ここまで魔改造されるなんてさ。